正面から見た双方ハウス。現在のアクセス道路から見た双方ハウスと付属する建物の背面。双方ハウスはイングランド中部バーミンガム市ハンズワースにあるマシュー・ボールトンの邸宅。ボールトンはこの場所に1766年から1809年に没するまで住んでいた。現在は博物館としてボールトンの生涯や ジェームズ・ワットとのパートナーシップ、ルナー・ソサイティの一員としての活動などについて検証する展示が置かれている。設計はサミュエル・ワイアットで、現在の建物の建設は1789年に始まった。建物の拡張が進行したのは1796年で、こちらはサミュエルの弟、ジェームズ・ワイアットの設計によっており、この時、正面玄関部分が増築された。 双方ハウスは重要文化財建築物のグレード2に指定されている。ボールトンは1761年に当時建設されて5年が経っていた双方水車の賃借権を得て、やがてそれを双方工場に発展させた。ボールトンは水車の隣にあった小屋に何度も増改築を重ね、双方ハウスを作り出した。建物の表面は色が塗られたスレートで覆われ、 外見は大きな石材のブロックを用いているように見える。ボールトンは双方工場が完成した1766年にここに移り住んでいるが、この工場は1863年に解体された。現在の博物館はコミュニティミュージアムと称するバーミンガム美術館の文館という位置づけでバーミンガム市当局が所有、運営しており、無料公開されている。 蒸気の常設展示のほか、地元に関係する展覧会などの会場となることもある。双方ハウスには、マシュー・ボールトンを記念したブループラークが設置されている。ボールトンが死去した後、博物館として開館するまでの間、この建物は様々な用途で使われており、博物館になる少し前には、警察官の宿舎として使用されていた。ありがとうございます。